こんにちは大前健一ですペーグルプラクティカル・イングリッシュ・フォー・グローバル・リーダーズということで、えー、我々は英語を現場で えー、いかに実用化する自分で使いこなせるかということを狙ったプログラムを提供して10年になります、えー、今日はその10周年記念ということでですねペイグルの今日までの歩みとこれから我々がやっていきたいことを皆さんに少し話をさせていただきたいと思います学校英語っていうのは、まあ、言えればいいし、えー、文章が合ってれば正しいということになりますがビジネスにおいては その気になってやってもらって結果が出てくるということが何よりも重要ということになります海外の人たちを説得するにはどういうことが必要かって言うと論理的に誰が考えても正しいよねと そういうその論理的な思考論理的な話この、えー、構成といいますかそれが基本にないと「いいから頼むからお願いだよ」なんて言ってもこれは必ずしも納得していただけないとただしそっちが全部正しくてですね「正しいんだから君やれよと」とこういうふうに言ってみてもなかなか成果につながらないという時は。 IQ ではなくて EQ というものが要求されますですからペーグルというのはいわゆるトイックとも違うしまたいわゆる学校英語でもってうまくなるのもと,とも違ってビジネスの現場で考えられる状況というものを例えば100ぐらい想定してその1個ずつをあこういう場合はもう大丈夫だと。 で近所のコミュニティにどうもうちの工場は迷惑かけてるようだとコミュニティの人とのミーティングっていうものをやってみようというそういう状況を想定してうまくできるかどうかあるいは信任の着任の挨拶ができるかとかねあるいはそのカジュアルなパーティーをしている時に、えー、一言なんか言って、えー、みんなに笑いを取るとかそういうやつはですねなるほど自分はこのよういう問題はできるよと思うまで。 繰り返し繰り返し練習していただかないといけないとこういうことになりますしたがって、えー、私はペグルを通じてですね自分としてはそうどんな状況に遭遇しても,もうこういうことはもう大丈夫なんだと。 といいいいうふうふに自信をを持ててるままでこれを繰り返し使ったただきたいと思います、えー、10周年に際して次の10年間、えー、ペーグルは成長し続けたいと思いますので皆さんからもいろいろとフィードバックをいただきまして至らない点も直していく予定でございますのでぜひご参加いただきたいと思います。